さあ、じゃあ、ちょっとコーナー行きましょうか、今日は。ホストクラブクソ。はい、これね、今やってる新しいコーナーなんですけども、まあ、どっか、歌舞伎町のどっかにある、クソというね、はい、ホストクラブクソという、はい、もう最低のホストクラブ。はい、ここでの、もう、ひどい接客とか、ひどいホストがいると。なるほど。そういうのを皆さんにこう、はい、送ってもらってるんですね。ガネなんか結構、ホストとかさ、いいやれそうだよな。無理です。あ、でもそれこそ、無理だな。女の子だ。早い。早いな、お前。広がんないの、うん、話すのが苦手だってやつ。好きそうじゃん。いかにも格好とかもさ、ホストみたいな格好してんじゃん。ね。昔でしょ、昔でしょ。青いスーツ着たりね。紫のなんか変なスーツ。彼の青いスーツは有名だったからな。ね。バカ野郎みたいなスーツ着てさ。バカ野郎っておかしいでしょ。ホスト系っていうよりも、そういう、ね、極道みたいな。極道ね、はい。そういう感じだよね。ラジオネームは、ラジオネーム、花まいまい、太田さん、そして豚、こんばんは。この前は俺のことだ。どっちのことだな。小豚だな、お前は。ホストクラブクソには一度店に来た客はもう二度と来ないというジンクスが。ジンクスじゃねえ。ジンクスじゃねえだろ。ダメだろ、大体。ホストクラブって行ったことある？ないです。仕事であります。あ、仕事でね。仕事で一回行きました、ね。ショーみたいな、30分のステージを2回やりに。ショーパブだろ、それ。違います、違います。ホストクラブに。地方の、はい。ホストクラブでショーやんの、はい、漫才やんの、漫才やらされました。あ、そうなん、何周年記念とかで、うん、よく芸人さん呼んでるらしいです。あ、夜中にやったって。そうです。1時前行ってたよな。1時3時です。あ、そうかそうか、はい、夜中にやる。行きましたよ。ペンネーム、今に見てろ。太田さん、血統書付き係長、こんばんは。ホストクラブクソのホームページには、本当は来て欲しくない客ランキングがあります。乗っけちゃダメだよ、それ。ショックだろうね、これ、客が見たら。あの、なんてか、ホームページ、見てみましょうかしら、つってさ、ほら、ヒカルの、写真が載ってるかもしんないわよ、つったら、そこに、本当は来て欲しくないランキング。そいつの名前が書いてあったらさ、なんだそれ。それヒーってなるな、それ。確かに。ラジオネーム、カエルぴょこぴょこ。太田さん、私と誕生日が同じじゃない人、こんばんは。同じなのかと思ったよ。ホストクラブクソでは余ったフルーツやドンペリなどをホストたちがタッパーに詰めて持って帰る。やだね。ポリ男。ホストクラブクソでは飲み物にバイブを入れてその振動でかき混ぜます。最低だな。まあ確かにね、うん、混ざるは混ざるから。南米仕込み。太田さん、焼きそばん、こんばんは。懐かしいね。ホストクラブクソでは30分ごとにホストによるサルカニ合戦のお遊戯が行われる。面白そうじゃねえか。なんでお遊戯やんの。ショーとかやるんですね、そのクソではね。やるんだね。ショーやる、ね、ショーパブとかってやろうと思うな。ショーパブ出たことがないですね。ないですね。はい。そういう、でも、まあ、出ても、金になるんであれば。これ金が出れば何でもやりますから。はい、ショーパブ乗りだよな、お前ら。はこれで切れんのもおかしいけど。そうそうそう。切れんのもおかしいけど。だけど突っ込まないといけないし。そうそうそう。よくあるんだよ、それ。困りますよね。ラジオネーム、俺はまだ負けてね。太田さん、最近やっと自分はテトロポリキョン星人じゃないと認めた人。ホストクラブクソには、写真に写っているホストの目が動く。4時44分44秒にトイレの鏡を見ると死ぬなどの七不思議が。まあそれぐらいならいいけどね、別にね、あっても以上。まだ、あ、まだ、はい。なんで以上っつったの。いやいや、落ち着いて、なんか今これに関するトークをしようかな。怖い、しちゃいけないんだ。怖いビデオとかあるじゃないですか、うん、よくね、いろんな、うん、あれを見てこ、話したんですよ、スタッフに、うん、したらそのスタッフの女の子が今度見てみますって言って見たんですって、うん、したら私の親戚が出てたんですけどみたいな。私の親戚が出てたんですよ、その西尾さんの言ってたビデオに。役者としてってこと？なんか、はい、出てて、で、お母さん、その人のお母さんも出てきたんですけど、親戚のお母さんも亡くなってるんですよね。は？だからあれ、全部嘘ですよ、多分。
って言い出して、その怖いビデオのやつが全部芝居だったみたいな。役者の人だってそりゃそうでしょ。要はその怖いビデオっていうのは、ドキュメントとしてみたいなね、描かれてるわけだけど、知り合いだから、うん、あ、これ嘘ついてる、そうそうそう、芝居してるって分かっちゃった。分かっちゃったな。はあ。いやー、それはでももしかしたら本当に、死んだはずのお母さんが、出てるってことじゃないの。お父さん、まあ、無理やりさ、あの別に、それだったらすごい、まあ、話としては怖い、面白い話なんだけれども、普通にリアルに、これお母さんこいつじゃねえよとかっていうのも知ってるぐらいの知り合いなわけでしょ、うん、で、俺がそれ話した時、うん、役者だろそれって言ってた人が、いや、待てよ、みたいな。それ急にさ。じゃ役者だろってのは俺怖いホラー映画かなんかを見たのかと思って。ドキュメントだから全然話が分かんなかったわけ。ホラー映画なのにお母さん役の人が本当じゃないって、バカじゃねえのそいつって思ったわけ。俺はあの、詳しくは話さないですから。人にあんまり伝わらないようにしか話さないですから。今後、一切。なんで？もう一切、変なことばっかり言いますから。意味がわからないです。サガネの今まで体験した一番怖い話って何？え？俺ですか？言ったれよ、怖い話でしょ？これ聞いたことないでしょ？ないです。怖い話。怖い。人から聞いた話でもいい？怖い話ですか。うん、そうですね。ちょっと事前に欲しかった。霊感とかあんまないの？俺ないですね。ありそうな感じするけどね。そうかな。いや全くないですよ。適当だろお前。藤田えっちゃん、うん、ほら初採用が1999年の4月13日なので、うん、この度ネタを送り生活7周年を迎えた。29歳。あ、すごい。採用回数、うん、360回以上。すごい。すごい、ね、以上。ホストクラブクソには、ドンペリゴールドのさらに上の、ドンペリ王道色という、最高級のドンペリがあります。飲みたくねえな、なんか。ホストクラブクソでは、ホストがチェンジするとき、まず先についていたホストが、続いては、お客の処女ちゃんをホテルに連れ込もうとして失敗したホスト。これ誰？というと、新しく来たもう一人のホストが、うるせえな、俺だよと言って場を盛り上げます。なんだそれ。お前で。俺なんだろうけど、意味がわかんない。ホストクラブクソのタバコを吸わないホストは、客のタバコに火をつけた後に必ず、副流煙がこっちに来ないように吸ってね、と、しくりと嫌なことを言います。いかねえよ。これ西尾タイプだな。何すかそんな。俺確かにあのパチンコ屋でバーバーがタバコ吸ってたら、上のあの、何回、2000回、2000発みたいなやつ取って、バーバーの方にガンガン置いてやりますから。最悪。なんでそんなことすんの？タバコムカつくからもう煙くて。なんで？だってパチンコやりながらタバコ吸うなんて当たり前のことっていうかもう、あの腹立つでしょ？バーバーとか海物あたりで画面のところに、こう横にこう手やって、行くわけないのに、ガンガン置いてやるよ。やるよ。やるよ。かいっつってここずっと指で押さえたりとか。そういうこと一緒やん。ババアと一緒やん。それが楽しいんじゃないかよ。楽しくないよ。あとあの、核変かかった時のあの無表情ね、ババアの。レイジ喜べや、もっとってさ。しかも、普通からの、キュッて、おぉ、核変やみたいな時に、俺、おぉってなのに、ババアの普通の、はいはい、あります。こんなんは普通ですみたいな。もうその程度じゃ喜べないもん。ワンセットで終わっちゃう可能性あんだから、全然。いや、でも嬉しいはずですよ。いや、ちょっとは嬉しいけど、やっぱり、はい、ずっとやってる人にとっては、核変かかったぐらいじゃ、喜べないよ、はっきり言って。でもそれ狙ってるわけでしょ、核変を。もちろん狙ってるけど、その後なんだよ。その後続くかどうか。続くかどうか。あとあの、もう、7箱積んでたりすんのに、核変終わった時のあの、ババアの顔ね。みたいな。こっちからもしたら1万円以上使っても、核変どころか、単発もかからへんのに、7箱積んでて、終わっちゃったみたいな。意外と、でも7箱積んでても、その7箱分前に使ってたっすからね。あ、金をですか？金を。なんでそんなに構うのおばちゃん。な。だってさ、パチンコ屋でタバコ吸えなくなったら最悪だと思う。思うね。なんでちょっとなんかダダッコみたいな。ラジオネーム。夏色の色鉛筆。ホストクラブクソのホストたちは掃除機をかけると一目散に逃げてる。猫だ猫
逃げてる。夏色の夏色鉛筆。ホストクラブクソの店の近くに植えてある木を思いっきり蹴ると。枝の上で昼寝していたホストたちがボトボト落ちてきます。何者なんだよこいつ。人間じゃねえよもう。ホストとしてはいいとか悪いの問題じゃないよ。夏色の色鉛筆。ホストクラブクソのホストたちは店内の BGM が変わるとイントロが鳴った瞬間に机を叩いて曲名を叫ぶ。イントロでクイズみたいな。ラジオネーム、久則ちゃんとボール、久則ちゃんとボールを避けろ。これ、かわいそうだね。顔に当たっちゃったんだよ。うんうん、誰？高橋久則投手がベンチにいたんだよ、うん。座ってたんだよ、試合中。あ、ベンチ。ベンチにいたら、ファールボールがバーンって顔に当たって、笑い事じゃん、ほんと、骨折だよね、あれ、顔面骨折、ね。そう。全治2ヶ月、3ヶ月みたいな話になっちゃって、かわいそう。太田さん、桜より浅田真央ちゃんをじっと見てた人。ああ浅田真央ちゃん可愛かったね。本当子供。浅田真央って会ったことある？うん、いやないですね。ホストクラブ。それあるんでしょ？ホストクラブクソにはピラミッド状に組まれたグラスのタワーのてっぺんから、うん、ナンバーワンが放尿する正面タワーがあります。ひどい。ひどいけどものすごい量だよな、あれやるとしたら。すごい量。すごいよなあれ。ということで。